恨みき、恋、恨み恋は、秋高による日本の漫画作品。スクウェア・エニックスの月刊ガンガンジョーカー2014年7月号から2019年8月号まで連載。連載開始前の同志2013年9月号に同名の読み切りが掲載された。12詩をモチーフにしている。人間と妖怪が共存する街、12町。 その町を管理する十二屋の一つである古国家の当主、古国京一は、自分の一族に恨みを持つ、恨み猫と呼ばれる猫の妖怪の少女、猫が、さき過に襲撃される。自分を殺そうとするカホに対し、京一は、自分一人だけに、すべての恨みをぶつけ尽くすように言い出す。そんな京一に興味を持ったカホは、少しの間彼と行動を共にして、真意を見極めることにする。 一緒に過ごすうちに加保は少しずつ京一に心を許すようになり、自身の力の暴走と彼に思いを寄せるご衛役、牛蔵跳ねずとの戦いを経て殺すことを止め、自分の家に戻る方法を探し始める。一方、京一は祖父の里一に呼び出され、恨み猫をのばなしにしていることを厳しくとがめられる。その翌日、再び小国家に行った京一が見たのは、 品種の重傷を負った里市とその前で立ち尽くす過保の姿だった。子、古国、十二屋の筆頭閣。他の十二屋より管理地域が広い。能力は強制遂行で、口にした命令に強制的に従わせることができる。能力使用時には左方に文様が浮かぶ。牛、牛像、十二屋の中でも戦いに長けた一族。 町の北北東方面が管理地で、鬼門である北東の方角から多く現れる鬼と戦っている。能力は怪力。虎、虎岩、うのがけ、かつて町を発展させようとして、町外の人間と組んだがそれが悪人だったために失敗し、村八部にされたことから、十二課内での立場は悪い。管理地域は十二町の中では、比較的開発が進んでいる。立つ。 達川、十二町の自然を管理する役割を持つ。能力は、木の操作。三三川、能力は、魂の再生。投資を変えずに、年に一度正月の会合のたびに、呼び出している。馬、馬坂、能力は、脚力の向上。作中年の年紙。三三や、能力は、他者の自然治癒力の向上。猿、猿町、町の増殖を管理している。 能力は自分の分身の猿を作り出すというもの。鳥、鳥寺、町の結界の管理を担当している。犬、術原、妖怪退治を専門とし、古国家の護衛も担当している。能力は浜の力。い、いやありがとうございます。